エンゲージプリンセス眠れる姫君と夢の魔法使いはドワンゴによって配信運営されていたブラウザーゲーム2019年4月1日サービス開始基本プレイ無料略称はエンプリ2019年9月30日をもってサービス終了電撃文庫の25周年記念タイトルとして ストレートエッジとの協業で企画された新規 IP によるブラウザ向け RPG。VR ゲームアプリ、エンゲージプリンセスの世界と夢の世界が混在した、夢世界メアトピアを舞台としており、NPC であるナイトメアとの交流を重ねながら、ダンジョン、レムリア城を攻略するという内容。2019年7月19日に、同年の9月30日をもって、 サービスを終了することが発表され、発表同日のニコニコ生放送の配信番組において、ドワンゴ専務取締役で本作の総監督、開発責任者の栗田重隆によりサービス終了についての説明が行われた。2018年の秋葉原、VR ゲームアプリ、エンゲージプリンセスを起動した、主人公はシステムメッセージを担当する NPC のレムですが、 実体化する様子を目の当たりにする。主人公は、レムレスから、ゲームの世界と夢の世界が混ざった場所にいることを知らされる。以下の3名は、4つのエリアで構成された、夢世界メアトピアのうち、3つのエリアを創造した、女神たち。公式コミカライズ、エンゲージプリンセスサイドバイサイドのタイトルで、電撃魔王2019年5月号より、連載開始。作画担当はペケ。 原作とメインストーリーを担当する、フシミツが同じく原作を務める、俺の妹が、こんなに、かわいいわけがない。とのコラボレーションイベントの開催を禁念し、2019年4月24日から26日に、俺の妹が、こんなに、かわいいわけがない。エロ漫画先生のアニメ一挙放送がニコニコ動画で、行われた。エンゲージプリンセスサイドバイサイドに関するカテゴリー。 ありがとうございます。